さあ、それではバスケットボール女子の3位決定戦、日本対韓国です。日本は惜しくも準決勝で台湾に敗れて銅メダルをかけて、これから韓国と3位決定戦を戦うことになりました。それではバスケットボール女子3位決定戦の模様、バスケットボール屋内競技場から実況福澤博之アナウンサー生中継でお伝えします。日本女子が銅メダルをかけて、これから韓国と戦います。競技会場が集中しているスポーツシティにありますバスケットボール屋内競技場です。日本は11日に行われた準決勝、台湾に敗退しました。一方、韓国は中国に敗れて、この3位決定戦に回っています。大会も今日明日2日を残すだけになりました。このあと隣のメイン会場ハリファ競技場では、まもなく閉会式のリハーサルも行われることになっています。日本と韓国といいますと、この女子のバスケットボールでは、終始ライバル関係ということにありましたが、このアジア大会では銅メダルを争っての対戦ということになりました。今、両チームの試合前のウォーミングアップが終わりました。すでに両チームのスターティングファイブが発表されています。試合開始まであと40秒になっていますが、韓国のスターティングファイブは5番のチェ・ユナ、13番のキム・ジョンウン、10番のピョン・ニョナ、そして11番のシン・ジョンジャ、14番のキム・ゲリョン、この5人です。一方の日本ですが、ポイントガード大賀、そして今日内海がこの大会初めてのスターターで起用されています。さらには8番の榊原、7番の渡辺優香、そして14番の山田久美子センター、内海を除いてはいつものスターティングメンバーです。この韓国のアシスタントコーチに、日本のシャンソン化粧品、そして富士通でヘッドコーチを務めたイ・オクチャさんの姿も見えています。一方、こちらは日本の内海智秀監督です。韓国はこのアジア大会1次リーグで台湾に敗れて、そしてタイに勝って1勝1敗、準決勝で中国に敗れて、この3位決定戦に回っています。一方の日本はレバノンに勝って、中国に負けて、そして準決勝台湾に負けて、この3位決定戦です。1クォーター10分ずつの4クォーターで試合が行われます。第1クォーターが始まります。192センチの山田と、そして韓国のセンターは190センチのキム・ゲリョン、この2人のセンタージャンプで第1クォーターが始まります。黒が日本、そして白が韓国です。3位を争ってのアジア大会、日本女子最後のゲームになります。まずジャンプボール、日本に出ました。ここは早く攻めたいところです。積極的に打っていって決めました。まず最初榊原が決めて、まず日本が先制。さあ、今度は韓国のオフェンスになります。キムゲルンに入れる、ちょっとボールの出しどころがありません。外に回す、シュート力があります、ピョン・ヨナ、そしてもう一回内に入れる、ここは山田が抑えていますが決めてきました。インサイドのこのキム・ゲロンと、そして11番のシン・ジョンジャ、この2人をどう抑えるかが今日の日本の鍵になります。韓国の守りマンツーマンでついています。日本は山田に入れる、キム・ゲロンが抑えている、山田が1対1で持っていって、あっと、これはダメ、リバウンド韓国です。今日は1対1をしっかりやることと話していた日本の内海監督です。韓国の攻撃、またここはハイポストからキム・ゲロン、どうするか、自分で打っていきます。あーっと決めてきました。この辺りは外からのシュート力もあります。日本にとってはこのキム・ゲロンの存在というのが、ある意味ではこう壁になっている、そんな形で韓国はプレーを続けてきました。インサイドに入れました、これはファールを取りました。バスケットカウント、今日先発で起用されているこの10番の内海です。
この大会でも苦しい場面で得点をするケースも目立っていました内海ですが、今日はスターティングメンバーで起用されています。今大会は3試合で 6.3 ポイント平均です。これが日本最後の試合、4試合目になります。ワンショットも決めて、これで4対4。まず立ち上がりは互角の展開です。日本もマンツーマン、少し高めからディフェンスを当たっていきます。キョン・ヨナ、この外角シュートには要注意ですが、これはバンクショットを狙ってきました。キョン・ヨナがバンクショットを決めて6対5。さあここは早くパスを回すが、日本にミスが出ました。今日はポイントガードはチェ・ユナです。今年の世界選手権にも出場しています。そしてハイポストのこのキム・ウェロンに入れました。向こうサイドからスリーポイントを狙ってきた得意のパターンですが、これは落ちます。日本リバウンドをキープしている。日本大賀から前に送って、これはいいパスだ、内海が決めました。早い攻撃は日本がやりたい攻撃、その攻撃が出て日本逆転に成功です。7対6。韓国はこのキム・ギロンをハイポストに置くケースが目立っていますが、ここはシン・ジョンジャ、ここから打ってきました。これもハイポストから打ってきて8対の逆転に成功しました韓国です。大賀、そして坂木原、シュート力があります。韓国選手が倒れていますがファール。坂木原は今年のこのアジア大会のチームのキャプテンに指名されています。ここまで坂木原は3試合で17ポイント平均、日本チームでは一番得点をマークしている坂木原。さらにはスリーポイントも 43% という高い成功率でこの大会スリーポイントを決めています。この辺りのフリースローも落ち着いて決めて逆転に成功。これで9対8。韓国はどちらかといえばインサイドよりもやや外からの攻撃が目立っています。キョン・ヨナ、そしてスクリーンを使いますが、そこにはボールは送りません。シン・ジョンジャ、そして13番のキム・ジョンですが、ちょっとここは苦しい日本、なかなかいいディフェンスだった。ファールを取られました。ここは内海がファールを取られました。日本のファールはこれが1つ目です。韓国シン・ジョンジャ、外からはここは打たせません。そしてチェ・ユナ、ドライブで入って外に送る、またここから打ってきた、これは短いリバウンド山田。さあここは早く攻めたい日本、ディフェンスは3人、向こうサイド渡辺優香、決まりました、スリーポイント。12対8、渡辺優香のスリーポイントで4点のリードです。インサイドにドライブ、これを落ちます。日本はなかなかいいリバウンド、あっとここは韓国が止めました。ファールで韓国が止めた形になりました。日本がリバウンドからいい形が出ています。今日のポイントは、パスの形をせずに、リズムを作るためのパスを使わずに1対1をしっかりすること、そしてリバウンドをしっかり取って走ることというのが2つ挙げた試合前の内海監督のポイントでした。そのプレーが今日日本は立ち上がりから出ています。大賀です、インサイドに入れる山田、これはいいプレーだ、決めてきました。インサイドの山田を使ったプレーです。山田今日初ポイント。韓国ちょっと苦しんでいる、日本なかなかいいディフェンス、宇都宮は止めています。外を回すしかありません韓国。そしてインサイドのボールはターンオーバー、ミスになりました。日本はここまでの得点を見てみますと14点の得点を挙げていますが、スターターのうち大賀の得点がありませんが、それ以外の4人は全て得点を挙げています。非常に立ち上がりバランスのいい得点の日本、14対8、6点リードして、ここは韓国がタイムアウトを取りました。日本と韓国といいますと、2004年の1月、あのアテネの出場権を目指してアジア選手権を仙台で戦いましたが、その時に日本は韓国を準決勝で下して上位2位を確定してアテネを決めました。しかしその後はなかなか韓国に勝つことができません。去年のアジア選手権では1次リーグ、そして準決勝ともに韓国に敗れ、
さらには3位決定戦で台湾にも敗れて今年の世界選手権には出ることができませんでした日本です。まず立ち上がり、前の試合台湾戦で負けた大賀ですが気持ちの上で負けたくないというようなそんな話もしていました。今日は立ち上がりから非常にいい形でこのゲームを組み立てています。6点リードでプレーが再開されます。第1クォーター、宇都宮です。宇都宮から渡辺優香、そして大賀、ここは一旦トップの位置、パスの交換から大賀ドライブして、あっとこれ落ちた。あ、リバウンドはキム・ゲルンに取られました。ちょっとボールファンブルしているが少しここで時間がかかりました。日本ディフェンス戻ります。いい形でディフェンスができている。あっとまたこの位置からミドルを決めてきました。11番のシン・ジョンジャです。今日は韓国のうちのポイントは許していませんがミドルあるいはもう少し外側からのシュートを決められている日本です。宇都宮トップの位置から山田がここにいます。そして榊原のスリー、これは落ちる。あっとリバウンドは日本に出ました。さあここで組み立て直します。大賀からコーナーへ渡辺優香、もう一回大賀に戻す。トップの位置に宇都宮、そしてゴール下に山田がいます。渡辺優香が入っていくがここには送りません。そして外に送るは榊原のミドル、これも落ちました。キム・ゲリョンに取られています。この辺りは高さがあります。キム・ゲリョン世界選手権でもリバウンドが9個平均という世界選手権に出たメンバーの中でも2番目のリバウンドをマークしたキム・ゲリョンです。チェ・ユナ、そしてそのキム・ゲリョン、山田が抑えます。外から打ってきた。これはそれほど怖くありませんがリバウンド韓国。今度は逆サイドに振ります。キム・ジョンウンと、これは粘って決めてきました。差を詰めてきました韓国です。14対12、2点差に詰めてきました。日本少し得点が止まっています。榊原、そして大賀、大賀に対するチェユナのディフェンスも激しくなっています。山田に入れる、ここからどうするか。大賀に戻します。もう一回山田、さあどうするか。1対1で押し込んで、ここは粘って決めてきました。山田今日は気持ちで負けていません。16対12、4点差に開きました。残り4分になります。第1クォーター、ここは指示を出します。しかしここは渡辺優香がよく抑えている。キム・ゲリョン、ここは1人で持っていきました。バスケットカウント、ここは渡辺優香が守っていましたがものともしません。キム・ゲリョン、キム・ゲリョンは今日得点はこれが4点目になります。190センチのキム・ゲリョン、渡辺優香は180センチです。さあ日本が差を詰められました。1点差になりました。今日はいい形の攻めが出ていますがこのセットの攻めはどうでしょうか。渡辺優香スリーを狙う、来ました。渡辺優香今日2本目のスリーポイント、今日はスリーポイント2分の2です。これで19対15、4点差。韓国も今日は速攻が出ません。こうしたセットのオフェンスが多くなっています。まだ両チームともに選手変更はありません、メンバー変更はありません。ヨン・ヨナ、そしてキム・ジョンウン、これ落ちる。あっとリバウンド日本取りました。大賀、ここはちょっと選手が上がってきていませんで自分で行きますと、これは落ちた。しかしよく取りました。宇都宮一人で決めました。周りは全て韓国選手でしたが一人で決めてきました。21対15、日本6点差をつけました。残り3分を切っています。このままいい形で第1クォーターを終われるかどうか。日本、山田が高い位置でディフェンスをしています。キム・ゲリョンが高い位置で攻めてきています。さあそのキム・ゲリョンと山田、山田が抑えている。これはいいディフェンスだ、いいディフェンスだ。あっとしかしベースラインにボールが渡って24秒経過、ショットクロックバイオレーションで日本ボールになります。ユースジョン監督ですがややチームのプレーぶりに不甲斐ないといった表情を今見せています。残り2分半になります。第1クォーターです。やっとこれはいいパスが通りました。榊原が決めてこれで8点差に開きました。
キョン・ニョナ。韓国はなかなかインサイドに入ることができません。このキム・ゲルンに入れてもここまで日本がかなりいいディフェンスで戻しています。外から打つしかありません。これは入らない。リバウンド日本、山田。そして宇都宮に送ります。ここは8点をリードしている日本、余裕を持って攻めています。坂木原、そして渡辺優香、宇都宮。今日は全選手が好調です。山田に入れる、戻す。そして坂木原のスリー、これは落ちました。リバウンドキム・ゲリョン。もう韓国はこうした攻めをするしかないといった格好になります。ドライブで入って、あっとこれは落ちます。やや無理をしたシュートでした。逆に日本です。大賀から宇都宮、ツーポイントを決めてきました。これで10点差をつけました。第1クォーターは残り1分20秒を切っています。いい形で日本がこの第1クォーターをスタートしました。10点差。もう韓国は外から打つしかありません。日本いいディフェンス。全く韓国ゴールマンがボールを動かすことができません。さあそして逆サイド、キム・ジョンウン、これも落ちる。苦しいシュートが続いています。韓国は準決勝の中国戦でも苦しいシュートが続いて、何かそのムードを引きずっているような今日の韓国です。宇都宮です。ここは余裕があります。時間を十分使う。ショットクロック10秒を切りましたが、インサイドでファールがありました。守っていた13番のキム・ジョンウンのファールで、あー、このプレーです。宇都宮を引っ張ってしまいました。これでチームファールが3つ目になりました韓国です。そしてここで吉田が入ってきます。チームファールが韓国4つ目になりました。吉田が入ってきました。これ落ちます。残り30秒余りで第1クォーター、日本が10点をリードして、第1クォーターもうほとんど時間がありません。今日はこのチェ・ユナ21歳のポイントガードを起用している韓国です。そのチェ・ユナが思う通りのゲームメイクができません。キム・ゲリョン、ここでボールが止まる。なんとかピョン・ヨナに渡しました。スリーポイントがありますが今日は出ていません。ドライブで入る、ここは前が空いた。ここは決めてきました。8点差にしたところで、ここでタイムアウトです。立ち上がりは日本がいい形でディフェンスが出まして、結局そのディフェンスが生きた形になって、韓国が外からのシュートしかなくなりました。その外からのシュートも成功率が非常に悪くて、日本が優位に試合を進めています。韓国のインサイドの2人要注意と話していましたが、そのインサイドの2人に今日は仕事をさせていません。一方の外からのシュート、今日の先発メンバーでは10番のピョン・ニョナ、この辺りがスリーポイントシュートは本来は確率成功率の高い選手なんですが、その韓国のスリーポイントも今日は出ていません。ここまでスリーポイントは3本打っていますが、まだ韓国はスリーポイントが入っていません。韓国は中国戦でもスリーポイントのパーセンテージがなんと 15%、 26分の4という 13% でした。24分の3という、シュートの成功率でした。そのあたりのシュートの悪さをこの試合引きずっています。さあ試合が再開されました。もう時間がほとんどありません。最後の攻撃ですが、これは落ちました。第1クォーターここで終了しました。第1クォーターは日本が25対17、8点差をつけて第1クォーターを終了しています。日本のいいディフェンスが目立ちました。この第1クォーターです。日本はバランスよく得点をしました。各選手がバランスよく得点して、宇都宮が9得点、さらには榊原が6得点、そして渡辺優香も6得点、これはスリーポイント2本です。そして山田久美子もインサイドのでの得点もありました。4点を挙げています。
この第1クォーターリバウンドは結局日本のリバウンドが目立ったようにも見えましたが、リバウンドは第1クォーターの数字では8本と7本、日本が8本、そして韓国が7本とほぼ互角の数字。しかしセンターのキム・ゲリョンには4本のリバウンドを奪われています。さらにキム・ゲリョンには7点を取られている第1クォーターの日本です。第1クォーター終了時点でのスタッツです。外角シュートが得意の韓国ですが、ここまで3本打って1本も決まっていません。そしてファールも韓国に4つと、ファールが韓国の方に目立っています。日本アシスト5、今日は大賀に第1クォーター得点がありませんが、大賀にアシスト3が記録されています。いい形で第1クォーターをスタートしました日本。この試合に勝てば銅メダルということになります。前回の釜山のアジア大会は4位ということでメダルを逃しました。この大会は何としてもメダルというこの3位決定戦、日本が優位に試合を進めて第2クォーター10分に入ります。今日のレフリーはレバノンとイランというこの中東のレフリー2人で試合が行われています。第2クォーターが始まりました。白の韓国の攻撃から外を回します。ピョン・ニョナ、そしてここもよく抑えている日本のディフェンスですが、ステップインのシュート決めてきました。11番のシン・ジョンジャです。この第2クォーターは日本第1クォーターの最後で出てきました吉田麻美がポイントガードで入っています。さらには宇都宮、そして今ボールを受けた坂木原、吉田にボールが渡ります。さらにはインサイドには山田に代わって諏訪が入っています。そして渡辺優香がここにいます。さあインサイドの諏訪は今度はどんなインサイドを見せてくれるでしょうか。このリバウンドはあっとブロックに合いました。もう一回立て直します。宇都宮のスリーポイント、これは落ちる。ここは韓国に奪われます。ピョン・ニョナですが、ここで笛がありました。この第2クォーターはインサイドは諏訪と、そしてキム・ゲロンという形になっていますが、その2人、諏訪がダブルファウルということになったでしょうか。今ダブルファウルというようなジェスチャーがありました。さあ韓国のスローインで試合が再開されます。インサイドに送りますが、ここはキム・ウネが入っています。とトラベリングを取られました。ややこの辺りは韓国に焦りがあるでしょうか。6点の差を追っている韓国です。吉田麻美19歳、渡辺優香、そしてここは、吉田に入れて、吉田がガッツポーズで決めてきました。吉田はこの大会通算で12点目になります。外から打ってくるキム・ウネ、これは落ちる。キム・ウネもスリーポイントを持っていますが、今大会は 17% と当たっていません。縦のパスもちょっと流れました。ここは少し、リズムをつかんでいるだけに落ち着きたいところです。日本です。シューティングガード、キム・ウネ、そしてインサイドではこのキム・ゲロン、内と外、この2つが韓国の1つの、戦い方なんですが、今日はどちらも出ていません。宇都宮が下がりました。日本です。キム・ウネ、これも押し返している。いいディフェンス。さあそしてマンツーマン、激しいマンツーマンです。もうボールを動かすことができません。諏訪もよく止めていますが、ここで笛がありました。このポイントガードのチェ・ユナもなかなか激しいディフェンスで、ややフラストレーションが溜まっているような表情です。ベースラインからの韓国のスローインで試合が再開されます。ピョン・ニョナが入れる。キム・ウネ、そしてポイントガードのチェ・ユナ、外から打ってきた。ピョン・ニョナ得意のスリーがこの試合も入りません。
まだ韓国は3ポイント5本打っていますが1つも入らない。一方の日本は決まる。渡辺優香、これで渡辺優香は3本目になります。失礼、渡辺優香は3本目の3ポイントになります。韓国のこのインサイドのプレーですが、先ほどから入っている磯山のファールでした。これが韓国2つ目のフリースローになります。キムウネは今年のブラジルでの世界選手権にも出ています。スリーポイントは 36% ありましたが、この大会では 20% に届いていません。日本9点リード、リードを保ったままこの第2クォーターも試合を進めている吉田です。そして外に送る11番の畑も入っています。あっと、なんとかキープした。ショットクロック5秒になる。吉田がジャンプショットと、これはリングに嫌われました。リバウンドがなかなかいい形で取れませんので、韓国は速攻を出すことができません。シェユナ、インサイド、キムゲリョン、これもインサイドに入れない。スワンを抑えていますが、ドライブで入ってバックショット、ここは決めてきました。これで7点差。キムゲリョンはこれで9ポイント目です。吉田から向こうサイド、坂木原、インサイドに送る。スワン、スワのインサイドのプレー、すかさず得点を返します。日本相手にリズムを渡すことがありません。この第2クォーターもまもなく残り6分になります。キョン・ニョナ、そして11番シン・ジョンジャ、ここはちょっとインサイドに入ってきたが、3人がディフェンス、外に出す。キョン・ニョナ、これも落ちる。自分でリバウンドに行きます。そして一旦戻すかありません。シェ・ユナが向こうサイド、各選手が日本よく抑えている。ボールをなかなか出せません。キム・ゲリョンがここから打ってきました。キム・ゲリョンがもうここから打つ形、インサイドというよりもこのちょうどフリースローラインあたりからのシュートが目立っています。32対25、日本が7点のリード。ここも日本が戻りが早い。そして早めにボールマンにプレッシャーをかけます。シェユナ、そしてキムウネ、戻します。シェユナ、センターのキムゲリョンがここ、これは苦しい韓国。あっと、シールした。ファールです。キムゲリョンが手を出してファール。韓国がどうもギクシャクしたプレーを続けていますので、日本がいい形でこうした相手のミスを突くことになります。この第2クォーターでも日本にはファールがありませんが、韓国、日本は3つのファール、韓国には1つのファールです。ここで大賀がゲームに戻ってきました。吉田もこの時間大賀の代役を見事に務めました。さあ、そして大賀戻って畑がスクリーン、大賀がショット、これは落ちる。リバウンドシン・ジョンジャ、そしてピョン・ヨナ、ピョンが行く、ドライブで入って、これは落ちます。リバウンドキム・ゲリョン、外に出す。そしてピョン・ヨナ、これは来ました。スリーポイントで3点を返します。2点差に迫ってきた。ここ得意の韓国のスリーポイントがようやく出ました。これが7本目にして初めてのスリーポイントでした韓国です。畑がトップの位置から、そして磯山からインサイドに入れますが、大賀一旦外に出ます。スリーポイントラインの外から、そして畑が打ってきました。これは落ちた。宇都宮が打ってきましたが、これは落ちました。4点リードしていますが、ここはディフェンスに入ります。日本ここも中には入れません。2人が構えています。ここは畑が止める、外に送る。そしてボールを回してキム・ウネ、これも来ました。スリーポイント連続できました韓国です。
これで1点差になります。得意のスリーポイントがここで出ました。韓国残り4分を切って日本のリードはわずかに1点になります。そしてここは山田が入って、このリバウンドは取れません。磯山です。このドーハに入ってから少し体調を崩しましたが、すぐに体調を戻しました。そして磯山はこれまでの3試合すべて先発していましたが、今日先発は宇都宮に譲りました。韓国ボールで試合が再開です。日本のリードわずかに1点。キョン・ミョナスリーがありますが、これはミドルを打ってきた。これ落ちる。あっとキム・ゲロンに取られました。リバウンド。さあそしてパク・ソニョンが入っています。キム・ゲロンから、キム・ウネインサイド、日本リバウンド。大賀、こちら走るのは渡辺優香がファールです。パク・ソニョンのファール。韓国パク・ソニョンのファール、これがパク・ソニョン1つ目のファールです。韓国の台湾戦、そして中国戦と先発してきましたが、パク・ソニョン今日はベンチから出てきました。この8番の選手です。日本のリードがわずかに1点。日本がいい形で試合を進めて、第1クォーターは第1クォーターは8点差をつけて終了しましたが、この第2クォーターは韓国のスリーポイントが2本決まりました。この第2クォーターだけの得点では14対7で韓国がその差を1点差に詰めています。日本は2004年のアテネオリンピック、このアテネオリンピックでは予選ラウンドを勝ち上がることができませんで、結局9位10位決定戦に回って10位という成績でした。一方の韓国もアテネオリンピックに出ましたが、予選ラウンド勝てず、そして順位決定戦でも勝てず、結局アテネオリンピックは12位でフィニッシュした韓国です。いずれも来年行われますアジア選手権、このアジア選手権に2年後の北京オリンピックの切符をかけるという両チームです。日本のスローインで試合再開。日本わずかに1点のリード。大賀からは榊原、そして宇都が隣にいますが山田に入れる。そして榊原、キム・ゲロンが守りますが、反対サイドに振って、そしてパスの周りがいい。トップの位置から決めてきました。スリーポイント、渡辺優香、今日全くスリーポイントミスがありません。4分の4、4回打っていずれもスリーポイントを決めている渡辺優香。これで35対31、4点のリード。日本ここはディフェンスです。山田が抑える。あっと、そしてここはパクソニョン、キム・ゲロン、山田がディフェンス。キム・ゲロン中に入れません。カットした。あっと、しかし相手ボール、笛がありました。ファールです。キム・ウネと、そして元気な大賀のぶつかり合いでした。ここは大賀がファールを取られましたが、本人が言うように今日は気持ちが前に出ています。このアジアレベルでも、そして世界レベルでも、ジュニアの時代から世界を相手に戦ってきました大賀優子。そういえばアテネオリンピックを経験している選手はこのメンバーの中では大賀優子ただ一人になりました。日本も完全にメンバーが入れ替えて、来年のアジア選手権を見据えて若手も多く起用している今年のアジア大会のメンバーです。少し足元に汗が落ちて、今モップが出てきました。バスケットボールインドアホール、バスケットボール屋内競技場、今日この3位決定戦の後、中国と台湾との間で決勝戦も行われます。パクソニョンからこちらサイド、シン・ジョンジャ、さあそしてパクソニョンに戻します。10番のピョン・ニョナ、ドライブで入って、あっとレイアップ落ちました。しかしリバウンド強い。外から打ってきたスリー、決まりました。
またスリーポイントで差を縮めます。パク・ソニョンのスリーポイント、これで韓国はスリーポイントここまで8分の4、 50% です。榊原のスリーはどうか、これは落ちる。リバウンド韓国です。ピョン・ヨナ、韓国のスリーはここに来てちょっと注意が必要です。ピョン・ヨナ、さあかなりスペースを取って攻めている韓国。ここでキム・ゲロンに入れる。キム・ゲロンが割って入って、これは落ちた。リバウンド日本です。さあそしてトップに送りましたが、これも大賀が止められました。一番トップを走っていた大賀にボールを送りましたが、ここは韓国が止めた形になって、韓国のファールがこのクォーター4つ目になりました。韓国選手もかなりこの大賀のスピードは警戒しています。止めたのはピョン・ヨナ。この後のファールからは日本フリースローになります。日本わずか1点のリード。ここに来てスリーポイントの応酬というような形も出てきました。この日本と韓国の3位決定戦、榊原ドライブで入ってレイアップ決めました。3点差に広げた日本、残り第2クォーター前半は残り1分です。宇都宮監督から大きな声が飛びました。手を下げるなという大きな声。キム・ゲリョン、そしてパク・ソニョン、ちょっとここは時間がかかっています。そしてピョン・ヨナと決められました。これでまた1点差、残り40秒切っています。宇都宮渡辺優香、今日はスリーポイント4分の4。そして宇都宮にもスリーポイントがありますが、大賀がここでツーポイントを決めてきました。3点差に広げます。残り20秒切りました前半。ここは韓国はショットクロックいっぱいでシュートに持っていくか。ピョン・ヨナ一旦戻します。そしてもうあまり時間がない。ここは入れません。これは苦しいショットになった。結局韓国最後のショットを入れることができませんでした。第2クォーター前半を終了しました。日本が第2クォーターは少し差を詰められましたが、この第2クォーター前半を終了して39対36、日本対韓国の3位決定戦は日本が3点をリードして前半を終了しています。この第2クォーターは両チームでスリーポイントの応酬もありました。はい、やはり日本と韓国の女子バスケットボール3位決定戦は予想通り接戦になっています。第1クォーターは25対17、日本が8点のリードがあったんですが、第2クォーターご覧のように韓国のスリーポイントがかなり決まりました。第2クォーターだけに限っていきますと、韓国が5ポイントほどリードをしたということで、第1クォーター第2クォーターの合計前半終わって39対36、日本3点リードの前半となっています。前半のここまでのハイライトでご覧いただきます。192センチの山田と、そして韓国のセンターは190センチのキム・ゲリョン、この2人のセンタージャンプで第1クォーターが始まります。黒が日本、そして白が韓国です。3位を争ってのアジア大会、日本女子最後のゲームになります。まずジャンプボール日本に出ました。ここ早く攻めたいところです。積極的に打っていって決めました。韓国の攻撃、またここはハイポストからキム・ゲロン、どうするか、自分で打っていきます。あーっと決めてきました。この辺りは外からのシュート力もあります。まあ、日本にとってはこのキム・ゲロンの存在というのが、まあ、ある意味ではこう壁になっている、まあ、そんな形で韓国はプレーを続けてきました。インサイドに入れました。これはファールを取りました。バスケットカウント、今日先発で起用されているこの10番の宇都宮です。この大会でも苦しい場面で得点をするケースも目立っていました宇都宮ですが、今日はスターティングメンバーで起用されています。今大会は3試合で 6.3 ポイント平均です。これが日本最後の試合、4試合目になります。ワンショットも決めて、これで4対4。まず立ち上がりは互角の展開です。日本もマンツーマン、少し高めからディフェンスを当たっていきます。
韓国シン・ジョンジャ、外からはここは打たせません。そしてチェ・ユナドライブで入って外に送る、またここから打ってきた、これは短いリバウンド山田。さあここは早く攻めたい日本、ディフェンスは3人、向こうサイド渡辺優香、決まりました、スリーポイント。大賀です、インサイドに入れる山田、これはいいプレーだ、決めてきました。インサイドの山田を使ったプレーです。チェ・ユナ、そしてそのキム・ゲロン、山田が抑えます、外から打ってきた、これはそれほど怖くありませんが、リバウンド韓国、今度は逆サイドに振ります、キム・ジョンウンと、これは粘って決めてきました。日本少し得点が止まっています。榊原、そして大賀、大賀に対するチェ・ユナのディフェンスも激しくなっています。山田に入れる、ここからどうするか、大賀に戻します、もう一回山田、さあどうするか、1対1で押し込んで、ここは粘って決めてきました。山田今日は気持ちで負けていません。16対12、4点差に開きました。あ、ここは指示を出します、しかしここは渡辺優香がよく抑えている。キム・ゲリョン、ここは一人で持っていきました、バスケットカウント。ここは渡辺優香が守っていましたが、ものともしません。190センチのキム・ゲリョン、渡辺優香は100、今日はいい形の攻めが出ていますが、このセットの攻めはどうでしょうか。渡辺優香、スリーを狙う、来ました、渡辺優香今日2本目のスリーポイント、今日はスリーポイント2分の2です。残り2分半になります、第1クォーターです。やっとこれはいいパスが通りました。今日はこのチェ・ユナ、21歳のポイントガードを起用している韓国です。そのチェ・ユナが思う通りのゲームメイクができません。キム・ゲリョン、ここでボールが止まる、なんとかピョン・ヨナに渡しました。スリーポイントがありますが今日は出ていません。ドライブで入る、ここは前が空いた、ここは決めてきました。第2クォーターが始まりました、白の韓国の攻撃から外を回します、ピョン・ヨナ、そしてここもよく抑えている日本のディフェンスですが、ステップインのシュート決めてきました、11番のシン・ジョンジャです。吉田麻美、19歳、渡辺優香、そしてあっとここは、吉田に入れて、吉田がガッツポーズで決めてきました。そしてポイントガードのチェ・ユナ、外から打ってきた、ピョン・ヨナ得意のスリーがこの試合も入りません。まだ韓国はスリーポイント5本打っていますが1つも入らない。一方の日本は決まる、リバウンドがなかなかいい形で取れませんので韓国は速攻を出すことができません。チェ・ユナ、インサイド、キム・ゲリョン、これもインサイドに入れない、スワン抑えていますがドライブで入ってバックショット、ここは決めてきました、これで7点差。キム・ゲリョンはこれで9ポイント目です。吉田から向こうサイド、坂木原、インサイドに送る、スワ、スワのインサイドのプレー、リバウンドシン・ジョンジャ、そしてピョン・ヨナ、ピョンが行く、ドライブで入って、これは落ちます、リバウンドキム・ゲリョン、外に出す、そしてピョン・ヨナ、これは来ました、スリーポイントで3点を返します、2点差に迫ってきた。ここも中には入れません、2人が構えています、ここは旗が止める、外に送る、そしてボールを回してキム・ウネ、これも来ました、スリーポイント連続で来ました韓国です。これで1点差になります。得意のスリーポイントがここで出ました韓国、残り4分を切って日本のリードはわずかに1点、4対7で日本のスローインで試合再開、日本わずかに1点のリード。大賀からは榊原、そして内が隣にいますが山田に入れる、そして榊原、キム・ゲリョンが守りますが反対サイドに振って、そしてパスの周りがいい、トップの位置から決めてきました、スリーポイント。渡辺優香、今日全くスリーポイントミスがありません、4分の4、リバウンド韓国です、ピョン・ヨナ、韓国のスリーはここに来てちょっと注意が必要です。ピョン・ヨナ、さあかなりスペースを取って攻めている韓国、
ここでキム・ゲロンに入れる。キム・ゲロンが割って入って、これは落ちた。2番の日本です。さあそしてあっとトップに送りましたが、これも大賀が止められました。一番トップを走っていた大賀にボールを送りましたが、ここは韓国が止めた形になって、韓国のファールがこのクォーター4つ目になりました。韓国選手もかなりこの大賀のスピードは警戒しています。止めたのはピョン・ヨナ。この後のファールからは日本フリースローになります。日本わずか1点のリード。ここに来てスリーポイントの応酬というような形も出てきました。この日本と韓国の3位決定戦、榊原ドライブで入ってレイアップ決めました。3点差に広げた日本、残り第2クォーター、前半は残り1分です。宇都宮監督から大きな声が飛びました。手を下げるなという大きな声。キム・ゲリョン、そしてパク・ソニョン、ちょっとここは時間がかかっています。そしてピョン・ヨナ、と決められました。これでまた1点差、残り40秒切っています。宇都宮渡辺優香、今日はスリーポイント4分の4。そして宇都宮にもスリーポイントがありますが、大賀がここでツーポイントを決めてきました。3点差に広げます。残り20秒切りました前半。ここは韓国はショットクロックいっぱいでシュートに持っていくか。ピョン・ヨナ一旦戻します。そしてもうあまり時間がない。ここは入れません。これは苦しいショットになった。結局韓国最後のショットを入れることができませんでした。第2クォーター前半を終了しました。日本が第2クォーターは少し差を詰められましたが、この第2クォーター前半を終了して39対36、日本対韓国の3位決定戦は日本が3点をリードして前半を終了しています。この前半終了、やはり接戦、日本のリードは3点ということで、勝負は後半ということにどうやらなります。その後半の開始の前に自転車の結果をお伝えします。トラック競技は今日が最終日。男子の競輪には今年のアジア選手権で2位になった稲垣啓之が予選を勝ち抜いて決勝に出場しました。前回釜山大会では日本が金銀のメダルを獲得した競輪、水色のシャツの稲垣は内側から4番目の位置でスタートです。ペースメーカーに続く選手の中で稲垣は韓国の2人の後ろ4番手で様子を伺います。ペースメーカーが外れるとともに一気にペースが上がります。残り1周、稲垣が外側に出てスパートをかけます。しかし内と外に並んだ韓国の2人を抜き切れません。金メダルは韓国のカン・ドンジン、稲垣は銅メダルでした。稲垣はレース後、韓国勢を警戒しすぎて勝負どころを読み間違えたと振り返っています。もう一人の海老根啓太は1回戦で転倒して足を負傷、敗者復活戦を危険です。自転車競技、その他女子の 25km ポイントレースで村中恵美子11位、和田美里美は転倒して途中棄権。2人1組でポイントを競う男子マリソンでは森和弘、西谷泰治組が7位という結果になっています。バスケットボール女子の3位決定戦、日本と韓国の試合、前半日本が39対36とリードして、これから後半、後半の模様を現地から伝えてもらうことにします。
日本が銅メダルを目指している3位決定戦、今このバスケットボール屋内競技場は15分のハーフタイムに入っています。先ほど3分前のブザーが鳴りました。前半終わって39対36、日本が3点をリードしています。これから3位決定戦は後半に入るところです。今日はこの試合の直前の試合、日本の男子が最後の試合に登場しました。日本の男子は5位決定戦に登場して韓国と戦って、この試合76対87で敗れました。日本の男子はこのアジア大会6位で今回アジア大会を終了しています。まあ、順位としては前回の釜山大会と同じ6位で今年のアジア大会終わっている日本の男子です。まあ、男子の方は明日決勝戦と3位決定戦が行われますが、決勝を戦うのは中国と地元カタール、そして3位決定戦を戦うのはイランとヨルダンという形になりました。今大会は男子は日本韓国ともにベスト4に残れませんでした。今後半開始まで1分を切りまして、両チームの選手がベンチに戻ったところです。両チームともにこのアジア大会優勝経験があります。日本は優勝2回、74年のテヘラン大会と98年のバンコク大会、そして韓国は78年のバンコク大会と90年の北京大会、94年の広島大会、この3回アジア大会に優勝しています。そして韓国はこのアジア大会、女子の大会はバスケットボール8回行われていますが、韓国はその過去8回でメダルを逃したことがありません。したがって韓国としては何としてもこの大会でもメダルをキープしたいという2006年のドーハアジア大会です。今後半5人の選手がコートに出てきました。日本が黒、そして韓国が白。後半サイドを変えて試合が再開されます。今度は韓国が左から右、そして日本が右から左という形になります。日本のスローインで右から左、黒のユニフォームがまず後半最初のオフェンスです。坂木原、そして渡辺優香、13番大賀、そして14番山田。山田君子がここはインサイドのプレー、あっとこれ落ちる、しかし自分でキープ、もう1回、あっと3回目は相手ボールになります。今度は後半最初の韓国のオフェンスです。韓国はポイントガードパクソニョン、そしてここはピョンニョナ、さらには11番のシン・ジョンジャ、そしてここはセンターのキム・ゲリョン。キム・ゲリョンがあっと滑りました。ルーズボールは韓国キープです。ショットクロック2秒、しかしギリギリで決めてきました。1点差にしました。後半最初のポイントは韓国です。榊原のスピードのあるプレーで2点を返します。3点差。両チームともにまずこの後半1ゴールずつ入れました。ピョンニョナ、この辺りも落ち着いて決めてきます。昨日までは各選手ともに前の試合まではあまりシュートがよくありませんでしたが、今日は徐々にシュートのそのタッチが戻ってきています。渡辺優香、大賀、おっとここはディフェンスのファールです。パク・ソニョンのファール。これで大賀はファールを取ったのが4回目ということになりました。大賀に対しては韓国の各選手かなりファールが多くなります。パク・ソニョンは2つ目、外から決めてきました。これで宇都宮は今日11ポイント目。日本は今日すでに後半始まったところですが、2桁得点が3人です。渡辺優香12点、榊原が10点、そして今宇都宮が11点目です。キム・ゲリョン、山田が抑えている、ミドル打ってきた、決めました。11番のシン・ジョンジャ、ここは第2クォーター、第3クォーター後半の立ち上がりですが、両チームともにそれほどディフェンスは立ち上がり激しく当たっていません。スリーポイント、大賀が
この試合初めて自身スリーポイントを決めてこれで4点差。相手にミスが出ました。縦に送ります。ここは落ち着いて攻めたい日本。宇都宮あっと、ここはアンスポーツマンライクファールを取られました。日本のフリースロー、そして日本ボールで試合再開ということです。ちょっとこれは微妙なところですが、審判の判断はアンスポーツマンライクファール。取られたのは7番のキムウネ。これは次も日本の攻撃からですのでラインには選手はつきません。2つ目は決めてきました。今日はスターターで登場の宇都宮涼子です。そして日本ボールで試合が再開されます。5点差をつけました日本。大賀空いている。ちょっとこれは強かった。リバウンドはここまで韓国が19、日本は15。今は韓国のリバウンドが20になりました。山田のリバウンド、あーっと相手に渡ってしまいました。まだディフェンスが戻っていない。スリーを狙ってきた。ここは韓国が日本のミスをついてきました。2点差。大賀がここは手を挙げて指示を出します。スリーポイントはほぼ互角になりました。渡辺優香、ショットクロックが3秒になります。榊原インサイドに入れますがこれはダメ。24秒のブザーも同時になりました。韓国ボールです。日本わずか2点のリード。チョン・ヨナスリーがあります。しかしここは打てない。キム・ゲリョン、キム・ゲリョンがドライブで入って外に送るスリーを狙った。キム・ネ、これ落ちます。韓国はここまでスリーポイントは4本、日本は5本です。大賀外に送る、榊原、そして宇都宮、これは2ポイント決めました。4点差、落ち着いています宇都宮涼子。監督はお父さんではありますが、監督のことを宇都宮さんといつも呼んでいるこの宇都宮が決めました。今日は宇都宮も現時点ではポイントチームトップの14点です。ここで韓国は13番のキム・ジョンウンが戻ってきました。今日スターティングメンバーで入りましたキム・ジョンウン。キム・ゲリョン、キム・ジョンに戻します。そしてシン・ジョンジャ、シン・ジョンジャもインサイドのプレイヤーですがパワーフォワード。ここはキム・ゲリョンに渡して、この2人で得点しました。2点差。この試合前半日本が最大11点をリードしましたが現在は2点差です。榊原、宇都宮、渡辺優香、そして大賀、ここでインサイドにどう入れてくるか。榊原、榊原ドライブ外、あっとこれは相手にボールが当たった。ターンオーバー。ここは上がりを待ちます。2点入れば同点。第3クォーターすでに半分を経過しているキム・ゲリョン、ここからミドルを打ってきた。キム・ゲリョン、今日はミドルレンジのシュートが決まってこれで15点目。得点49対49、同点になりました。逆サイドに振る榊原、ちょっと苦しいショットだ。バックボードのサイドに当たります。ここは日本としては踏ん張りどころ。やや韓国にいい形が出だしました。10番のピョン・ニョナ、あっとそしてファンブル、なんとかキープ、ファールを取られました。日本の榊原、宇都宮のファールです。宇都宮が2つ目のファールです。ちょっと日本がやや守勢の形になりました。
外に送って完全にフリーになっている。これは落ちた。大賀リバウンド。ここは急ぎません。上がりを待って大賀、そして坂木原、インサイド山田に入れる。山田のパワープレーと、これはダメ。ちょっと日本苦しくなりました。攻撃がいいシュートで終わっていません。キム・ゲリョン、これで韓国逆転に成功しました。日本得点が止まっています。3ゴール連続韓国に取られています。大賀、ここも追い返される。ショットクロック時間がなくなります。大賀から宇都宮、苦しいところよく決めました。これで同点。宇都宮は今日16点目。大賀に5つ目のアシストがつきました。日本はここをディフェンスどうでしょうかと、これはちょっと悪いショットになります。日本再び勝ち越しのチャンス。ポイントガード同士のマッチアップですが、今度は坂木原、大賀に戻す。そして宇都宮からインサイドに入れる山田、これもちょっと大きい。パクソニョン自ら行って決めてきました。また韓国が2点を先行しました。残り2分半を切っています。第3クォーター、一進一退の展開に変わりました。日本と韓国の3位決定戦、勝った方が銅メダル。宇都宮のスリーポイント来ました。日本逆転、落ち着いて決めてきました。日本逆転。第3クォーター、日本1点リード。日本にファウルがありました。リバウンドはここまで見ていますと、韓国は23、そして日本は19。日本も韓国とほぼ互角のリバウンドを取っています。そしてファールの数、ここまでトータルで韓国が10、日本9。この辺りもほぼ互角です。スリーポイントも日本が6、そして韓国が4というここまでの成功数。11番のシン・ジョンジャ。韓国はフリースローは今日は多くありません。4つですがまだ落としていません。184センチ、幅のあるパワーフォワード。2本目は落ちました。日本ボール。これで同点で日本ボール。残り2分を切っている第3クォーター。大賀です。ジャンプショット決まりました。これで2点リード。ディフェンスを決めて、そしてもう1ゴール追加したい日本。キョン・ヨナドライブで入ります。あっと抑えたところで相手にトラベリング、相手のバイオレーションを誘いました。韓国はユ・スジョン監督です。アテネオリンピックではパク・ミョンス監督でしたが、新しい体制に韓国も変わりました。大賀から宇都宮、宇都宮のスリーポイント、これも来た。日本7本目のスリーポイント。渡辺が4本、そして宇都宮が2本、大賀が1本決めています。これで5点差。残り間もなく1分。キム・ゲリョン、パク・ソニョン、そして7番のキム・ウネ、10番のピョン・ヨナ、そしてここは11番のシン・ジョンジャと、これは落ちた。リバウンド日本。5点をリードしています。ここは激しく大賀にプレッシャーをかけますがファール。激しいプレッシャーを受けました大賀です。相手のポイントガードはパク・ソニョン。これでパク・ソニョンは3つ目のパーソナルファール。このクォーター韓国4つ目のファールになりました。
大賀から坂木原、渡辺優香、今日4本スリーポイントを決めています。坂木原、そしてインサイド、インサイドには諏訪が入っていましたが、これはアウトオバーンズ。諏訪はこのアジア大会3試合でトータル19リバウンド、前の試合まで19個のリバウンドをマークしていました。その諏訪です。今度はその諏訪が守りに入ります。残り10秒を切ってきます。5点リードの守り、笛がありました。日本がファールを取った相手のオフェンシブファールです。すでに坂木原がディフェンスポジションを取っているところで相手が突っ込んできたという判断になりました。日本5点リードで残り5秒です。第3クォーター、大賀のスリーポイント決まって終了。これでさらに差を広げて日本第3クォーターを終了しました。最後時間のないところで落ち着いてこのスリーポイントを決めました。日本がこの第3クォーター、一旦は韓国に同点、さらには逆転されるというシーンがありましたが、結局最後大賀のスリーポイントも決まりまして、第3クォーター終了時点で8点のリードをつけました。韓国もスリーポイントで対抗するという韓国らしい形も出てきましたが、ただ韓国の得点がやや偏っているというような感じもします。韓国の得点は韓国トップの得点14番のキム・ゲリョン、そして2番目のスコアラーが10番のピョン・ニョナ、この2人が2桁以上マークしていますが、それ以外はいずれも1桁得点。一方の日本ですが、渡辺優香が12点、すべてこれはスリーポイントの得点。そして坂木原が10点、さらには宇都宮が22点、そして大賀が9点、このあたりもかなり得点を上げてきています。第3クォーターを終了してのスタッツをご覧いただきます。2ポイントフィールドゴールほぼ互角、そして3ポイントでここで少し差が出ました。ディフェンシブリバウンド、オフェンシブリバウンド、さらにはターンオーバーともにほぼ互角の数字でここまで第3クォーターが終わっています。日本がこの試合に勝ちますと、この2006年ドーハアジア大会銅メダル獲得ということになります。韓国のこのインサイドの2人、シン・ジョンジャ、そしてキム・ゲリョン、今日はこの韓国のシン・ジョンジャの得点をここまで9点に抑えている日本です。韓国のボールで最終第4クォーターの10分が始まりました。早い段階で得点が欲しい韓国ですが、まず最初の得点は韓国です。キム・ゲリョン、これが19ポイント目。日本のこのクォーター最初のオフェンスです。坂木原、インサイドにはこのクォーター諏訪を使っています。その諏訪、外に送るところですが、トラベリングを取られました。20歳若い諏訪です。2年後の北京に向けてのこの諏訪の経験というのも日本にとっては本当に大きなことになります。ピョン・ヨナ、ここは渡辺がつきます。キム・ゲリョン、インサイドに送る、これはハイからローへのプレー。